次の方行きたいと思います。どうも。びっくりした。全然ゆっくり焼酎飲みながら見てたら放送事故かと思った。びっくりした。しかもさっき普通にコメントしてたし。毎度佐伯です。どうも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 佐伯さん。はい、どうも。いつも配信遊びに来てくださってありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそなんかいつもお邪魔しております。あの今日もスーパーチャット投げてくれてたようで。いやそうっすね。いやちょっと待って、マジでバクバク見てる。びっくりした。なんで。完全に油断してた。え、そう、次俺じゃないだろうなって思ってました。いや俺ですよ。佐伯さん、佐伯さん、俺ですよ。じゃあもう普通に、なんなら今まであのずっとエーペックスしてたし。もうエーペックスなんかいいじゃないですか。龍ヶ崎凛の誕生日なんで。まあそうですね。本当におめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。本当にあのこの度は先ほどもね、はい、告知させていただいたんですけど、はい、あの佐伯さんが作詞作曲された終身御礼は今日6時に投稿させていただくんですけど、この度はミックス等々本当にお世話になりました。いやもう本当にもうどんどん褒めてください僕と。いや違う違う、そういう日じゃ、じゃ、あの本当にありがとうとはマジで思ってます。思ってるんですけど、はい、あのそういう日じゃない今日は。あのそういう時間じゃないんですよ今。あの最近を褒める時間じゃないんですよあの今は。いやもう本当に感謝してます。あの DM リプライいつでも待ってますなんやこいつ。今日はあの龍ヶ崎凛の好きなところをね、はい、佐伯さんに聞きたいなと思ってるんですけど。いやもうなんか全部え全部でしょ。龍ヶ崎凛さんもまあ見てると思うし、はい、なんならあの龍ヶ崎凛の配信にいるあの皆さんも、はい、あの見てると思うんですけど、俺ずっと配信にいるんで。そうですね、こいつマジであの龍ヶ崎凛のオタクやってんなっていうのバレてるんでそこはもう何も隠さず言い訳もなく全部好きですよ龍ヶ崎凛のことは。ああざっす、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。なんかそんな褒められることがないんでちょっと恐縮なんですけどそんなことあるか。いや本当に本当に憧れのアーティストさんなので、まあ、こういう機会でお話をさせていただくことができて僕的にめちゃめちゃ光栄ですし。あの勝たない。いやいや、ええな、え、なんで誰ですか。いやいや全然大丈夫だと思います。あのオタクの皆さんもあの僕に対するリプライ DM いくらでも待ってますいや本当にそれ狙いやん。その高評価とあのフォロー、ツイッターのフォローをねお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。 YouTube ライブもやってねえのに高評価とか言うなよもう名前だけでも覚えて帰ってください。佐伯でした、ありがとうございます。待って、まだあるから。僕に何か言いたいこととかありますが、はい、いや全然ないですけど、あのまあ強いて言うなら、強いて言いたいこと言うならば、はい、あの僕めちゃくちゃ普通にオタクがしたいんで、スパナついてると悪目立ちしちゃって、はい、オタクができにしにくいからスパナ外してもらっていいですかでガチじゃんね。ねえ、アーティストの佐伯はどこ行ったの？あの好きなアーティストだったら好きなアーティストの全部受け入れてほしい。俺はオタクなんだよね。サブアカ作れ。いや待ってね。なんでメンバーシップ登録してんの？本当に。みんな見て。これが佐伯です。増字？いやもう増字です。増字なの？もちろんあのモンハンの配信やってたら僕もスタンプ使ってブオーって言うんで。いやまあまああの僕からしたらまあもちろんメンバーシップね入ってくださってますし、あのまあ増字ではあるということはまあ認めるんですけれども、はい、夢の中の一つにあの佐伯さんと一緒に楽曲制作とかしたいなっていう夢とかもあったりするんで、はい、もしその機会があった時は、あもうぜひ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 よろしくしていいですか。もういつでもいつでもお待ちしてます。じゃあ明日あたりまた連絡します。ああ全然お待ちしてます。 ありがとうございます。話しながらさ、メンバーシップのスタンプ使うんやめ。いやもうよう見とるな。やめな。いやみんなのコメント見るだろ。いやもうマジベースわ。マジもうベサスリン。もうこれが龍ヶ崎凛ですよ。じゃただのオタクだからちょっとそろそろ切っていい？もう全然。じゃあ最後に佐伯さんから龍ヶ崎凛への愛の言葉をいただきたいんですけど。いやもうこれだけはもうこれだけは勘弁してください。マジで。燃えちゃうって。ちょ待って、もうやばいダメだって。これはオタクだからただの、あごめん切っちゃった。もういいや。ありがとうございました。
まあただのオタクだったんで、まあいいかなっていう感じですね。